そう、あやかしたちの記憶じゃ長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。わあ、本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。本によると今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみを申す。うらくさい、何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。